皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。いや本当にね、いよいよ暑くなってきまして、メダカがもう産卵しまくりっていう状態になってきましたね。こんな時はね、こんな風に熱帯スイレンも咲いたりして、まあ、本当に水生植物シーズン真っ盛りって感じになってきました。今日はですね、ご紹介する植物がまたございます。はい、こちらです。メダカの隠れ家、幸せ四つ葉のクローバー。はい、こちらの植物はどういう植物かと言いますと、このようにね、一本一本というのは、全ての、葉っぱがですね、四つ葉になっているクローバー、まあ、厳密に言うと、白爪草と言われるのがあのクローバーで、それが通常3枚のところが4枚あると幸福になれるということで、幸せの四つ葉クローバーってありますけど、こちらはちょっとね、植物の種類が違うので、まあ本物の幸せクローバーではないんですけどね。でも見た目も、全部白爪草と全くうり二つで、全て四つ葉、もう相当こうね、幸福になれるようなこのクローバー、これがね、なんと水生植物なんですよ。この水生植物がですね、どんな風に育つかというと、この状態、普通の結構ね、しっかりとした水やりでも育ちますし、これぐらいのポットの底が水に浸かってる状態から株元が水に浸かってる状態、これぐらいも大丈夫ですし、なんとね、これがこのクローバーがですね、しっかりとこれぐらい水深、まあ、10センチから20センチぐらいまでの深さであれば、水面に葉を浮かべて育つんですよ。これがね、水面に葉が浮いた状態になると急に葉っぱが大きくなり始めて、はい、このように浮き葉になりまして、綺麗な四つ葉のクローバーになります。これがね、メダカの隠れ家になりまして、これもメダカのライフのための水草としてぴったり、新たな水草としてね、ご紹介いたします。こちらの植物、ちょっとね、もう一つポイントがありまして、今ちょっとね、出荷がようやく終わりまして、撮影しているのが夕方なんですね。西日が差している今のこの時間、全部ね、綺麗にこうパッと開いてる状態なんですけど、これ休眠運動って言ってね、寝たり起きたりするっていうね、休眠運動をするんですよ、このクローバーっていうのは。可愛らしいことに、ですから今ね、みんなね、もう眠りかけているんですよ、この状態。今これでしたらこうちょっと半閉じ影で、これなんかはもうね、完全に閉じちゃってる状態。この葉っぱなんかね、四つ葉がこう綺麗に開いてたのに、もうこう一つに折りたたむような、扇子をパッと開いてたのをこうピュッと閉じるかのような感じの状態になってくるんですよ。こういうのを繰り返します。これがね、水面に葉が浮いてた時どうなってたかなって、これも多分ちょっとは、ね、閉じるんだと思うんですけど、育て方としてはしっかりと水につけておいていただいて、で増やしたい方はより大きなところに植え替えていただいて、植え替える際の土は赤玉土なんかで、ね、十分育ちますね。であと、ゆっくり効くタイプの肥料なんかを土の奥底に埋めておいていただければ、結構爆発的に増えますので、ワンシーズンでびっくりするぐらい増えたりしますね。でこれがね、こうランナーといいまして、地下茎で増えていきますので、この地下茎で根っこの出ている部分を切って、またどんどん増やしていただくこともできますし、この土ごとザクザクと4等分に切って植え替えてもらってもいいです。まあ、暑い真夏の時期だけはちょっと避けていただいた方がいいかなと思いますね。であとこれの寒さですね、耐寒性は完全に凍結とかちょっと心配なので、冬場は凍らない程度 の場所で管理していただければ、結構暖かな簡易なビニールハウスのようなところであれば、一年中グリーンを楽しむこともできますし、少々寒さに当たった場合でも一旦枯れはしますけど、また葉っぱが出てきます。というわけで、本日はこちらのメダカの隠れ家、幸せ四つ葉のクローバー、こちらをご紹介いたしました。全国の、園芸店さん、ホームセンターさんで売ってるかもしれません。ですからまたいつものように、お店の方にお電話していただきまして、このメダカの隠れ家、幸せ四つ葉のクローバーありますかと聞いていただくと、あるなしが分かると思います。もしない場合はこちらの、直売店もしくは、ネット通販でも販売いたしておりますので、土着園芸までお問い合わせいただければと思います。植物名の正式な植物名はウォータークローバームチカという品種になります。それでは皆さん、さようなら。
動画の概要欄に直売店情報、ホームページアドレス載せております。動画にいいねしてもらえるとほんまに嬉しいわ。チャンネル登録も待ってるで。